膝を抱えてね、お願いします。改めましてニードルです。食べたけどね、ありがたいですね、こっちいっぱい入ってくるのね。シロさん、どうした、ご相談なんですけども。何でも来い。今度ね、海外旅行行こうと思ってんの。海外は行くべきだね、うん、視野を広めるためにも。そんでね、言ってもね、国って腐るほどあんじゃん。言い方考えるほどどこ行っていいのかなって迷ってしまうんだよね、これ。まあやっぱアメリカ、アメリカね、行ってみたい。はい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 、自由の国よ。自由だしね、自由の南もあるし。嘘だね。シャゲ、何か問題でも。アメリカってさ、高カロリーな食べ物多いよね。まあ、若干ね。マックにしても日本の何倍もね、あのコーラとか。まあまあ若干それちょっとね、多いね。主な食べ物、肉、肉、肉あったじゃん。トミートパンティよ。もげさらっとってしまうし。なんでよ、バカみたいに俺肉バグバグ食ってたらよ。アメリカ人がこう言うんだろうね。日本人だって言わねえよ。そんなこういうの猫ね、言うかもしんねえべよ。何で考えすんだバカタレ。ほんで俺思うんだけど、アメリカって若干遠い気がするんだよね。まあまあしゃあないな、うん、何時間もかけていくのはちょっとな。近場にすんか、うん、じゃアジアとかで。アジアね、タイとかいいんじゃない。タイいいじゃん、いいじゃん。ほらタイ料理ってちょっとヘルシーなイメージ。はいはいはい、いいねいいね。嘘だね。どうしたこれは。何俺タイ人王じゃん。知らねえよ。若干大臣に間違えられたことない、うん、タイ人側の俺がね、タイに行ったらタイ人に話しかけられてるよ。普通にこっち待ったらあれだって、こっちの方があれだって、あれだって、似てない人がいるところいいな。似てない。ヨーロッパ行けば完璧だよ。遠いべよ。遠さはいい。このアメリカで遠いっすよ。ヨーロッパまだ遠いべよ。遠さはいいとして、例えばほらスペインとかトマトが美味しい。あ、はいはいはい、地中海的な感じ。トマトのスープとかパスタとかもあって、ほらピッツァもトマト入ってていい感じのヘルシーで。俺トマト嫌いなんだよ。早く行け。めっちゃトマト押しちゃったじゃん。なんでトマトそんな勧めてくるの。そこまねえじゃん。さっきから食べ物だ。だったら食べ物あれだったらちょっと地元のお祭りで楽しめ。どんな祭りやん。スペインには牛追い祭りっていう伝統的なお祭りがあるんだよ。あぶねあぶねあぶね。まあしょうがない、伝統的なの。だってあんな地元の人ね、毎年怪我人出てんのに、日本人の素人の俺が行ったらね、なんかこう出して、うわ牛来たぞ、ズサーン、すごさなんだって、いいねいいねいいねって言ってたらスペイン人がコミカルな日本人。なんでみんなこう言ってくんだよ。言ってくっぺよ。危ないよ。なんかもっと危ない危ない祭りないの。危なく、スペインには危なくて、ほらトマト祭りがある。トマト嫌いしか負けないよ。トマト祭りはあれだ、伝統的な140トンものトマトをこう投げて、ほらみんなでこう盛り上がる祭り。140トン投げんの。トマト祭りってよく考えたらすげえ祭りだな。めっちゃ食いついたんだろ。トマト好きになったかも。いいじゃねえか、トマトトマトで、なんだよビャーってなったら赤くなって牛きつくっぺよ。おめえトマト祭りと牛追い祭り同時にやったら偉いことだったんだ。大丈夫、牛こういうのに入ってんのか。大丈夫大丈夫。危ねえ危ねえ。なんかトマトと牛を使わない祭りってねえのかよ。あ、お祭りほら出た、サンバ踊りにブラジル行けよ。一番遠いべや。真裏だぞ。遠さはいいべ。ほんでサンバってなんか際どい水着つけますよ。カンジス川のふもとでなんか座禅でも組んで、その腐った少年を叩き直す。今インドなんて言ったら一生自分の顔を叩き続けなきゃいけないんだ。どういうことですか。見てくれ、今説明ですから。あーコミカルな伊藤ちゃんがインドのカンジス川でファン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 。いやインドに来ました伊藤ちゃんが。かまして、かまして、かまして。てか深い。自分が言う通りトマトも牛もいないね。牛はいる。ところどころ何が落ちてっけどね。カレーもちょっとあんだよね。ないからね。ご自身どうぞ。そういうことじゃないから。そういうことじゃないからね。どれどれ、ガンジス、ガンジス、ここ。ガンジスリバーで座禅でも食いますか。座禅で
ね、心が結構落ち着くね。いいじゃないか。いいね、ガンジス、ガンジス。ちょっとね、川の踊りだから蚊が多いんだよね。蚊がね、結構多いんだよ。蚊刺されたら蚊になったら、おら、首元刺されたぞ、これ。いやいやいや、どんだけ蚊いんだよ、ここ。どんだけ蚊いんの。一生こうやって顔面叩いていいんだよ。カンペよ。そこだけ祭り見てくださってるぞ。なんで顔してんの、おい。おい。この人の人はこういうんだろうね。まだ出たよ、クレイジーな人間。なんでそっちに。さっきコミカルで言ってたのに。言ってくるわ。北極でも行ったら、もう、どういうことよ。北極のスペースも行ったことねえだろ。北極行けば楽しいよ。そこで伊藤ちゃんが、ウスダベシやんけ、北極で何を楽しめばいいのとか言いかねねえから、北極のたくさんの動物たちと戯れればいいんだよ。そこで伊藤ちゃんが、ウソダベシやんけ、お前に襲われるとか言いかねねえから、そん時は北極馬は倒せ、倒せ、そんな倒して真の芸人なんだ。ウソダベシやんけ、どうやって倒せばいいのって言うから、なんかいっぱいいるペンギンに俺に力を貸してくれって、ペンギンを持って角輪からペンギンミサイルってブワーッて倒せばいいんだよ。あれだったら俺も一緒に手伝ってやるから、この二人で北極に旅立とう、空港に行こう、アクセス鉄道でな。ウソダベとは言わせねえぞ、ウソダベ。めっちゃ頑張ったのに。ちょっと来て。何よ、明日遊べる？関係ねえぞ。遊べる、朝から遊べる。もういいよ、もう俺一旦ちょっと旅行考え直すわ。そうだ、あのお前の気持ちを優先しよう。お前今一番行きたいとこどこよ。鳴子、国内さん。国内さん。